ボジュアル猫初ライブ予定よなごげっす730をウッパーオーバーキトット連絡交渉中のため見てんつおてキトットばあさん配信中ボジュアル YouTube もチャンネル登録者募集中 MP3 視聴ダウンロードか URL いろいろと悩みますか。うん。やっぱりね。今日はなんかあんまり声が聞こえないわけだから、ちょっとなんか一歩が聞こえないわけだから、うまい具合に喋れんまなく。うまい具合に喋れんまなく。ああ、そう。やっぱりな。騒がしいと、なんか。騒がしいと、なんか。うん。ヘッドセットはね。ね、まあ、あれもね。俺はなんか聞こえてと思うけど、なんか。うん、聞こえるよ。ヘッドセットはね、ま、なんかタブレットも音質がいいのを次買った方がいいんじゃない？なんか俺の意見は、俺だって音質がいいのだといいけど、なるべく音質がいい、俺だって音質がいいタブレットちゃんと探してからね、なんか、うん、音質がやっぱり、音質、俺はアマゾンタブレットで結構いいと思う、アマゾンタブレットが下がいてもや次、あれ、そう、タブレットであの。結構Wi-Fi がつ、Wi-Fi、あの、契約するなよ、Android のタブレットの Amazon タブレットがあればいいけど、Wi-Fi でしょ、使いんけんだな、Amazon タブレット。Amazon タブレットだとパソコン画面が簡単に作れできるし、なんかあれ。Wi-Fi とかね。Amazon タブレットはなんか安いしやる。以前 iPad だったっけね。iPad は結構性能良かった。音質まだね、あの。以前 iPad だったね。Wi-Fi のみやつだったっけ。なんか原さんとかなんか高いからいいってわけじゃないけどねって俺もう言いかけたんだね。うん。あんまり話なんか高いから人によって合う合わないがありますよって言いたくなる。あの人の意見はなんか、人に合わないあるしね、まあ、グループでグリシャで話すけど、ね、気をつけんといけんもんね、あのオタクの人は自分の意見が強いけんなんか人の意見がそうなのかってことがジョニー・コングさんみたいになんか、うん、あんま聞き人の意見ばっかり入れすぎもだけど自分の意思もあって、うん、それで人とやるもんだけやっぱ人の意見は、うん、俺も結構自分の意志が強いからだと人の意見に流されることもあるけど、俺はちょっと人の意見をやっぱ聞いた上でその自分の意見をやっぱその言わないといけないわけだしね。人の意見ばっかやっぱジョニーコングさんのはどうしたかわけない、あんま人の意見ばっか聞いてそれでどうしたいとか機械でどうするとかその時の対策を考えてるかなと思って、こんなこと言われたらこんなことになるからとか、この間もなんか昼の食事を最初からこっちは辛く行きたいんだよって言いたかったんだよなと辛く言っちゃいけんって言うよ、なんか勝手になんか歩いていったからなんかもう俺も合わせとったけど。